ハイエイトス海洋手は2011年にオーストラリアメルボルンで結成されたフューチャーソウルユニットである。メンバーはナオミネーパームザールフェルト、ポール・ベンダー、サイモン・マービンとペディン・モスの4人である。2013年、Q ティップを客演に迎えた仲間らがグラミー賞最優秀 R&B パフォーマンス賞の候補になった。この曲は フライングブッダから発表された彼らのデビューアルバム、トークトマホークに収録されている。2014年には、ヒップホップアーティストのレミ、プロデューサーのサイレントジェイ、ボーカリストのジェイス XL と協力して、ザソニックアーキテクツナショナル、コンファレンスと題したオーストラリアツアーを開始。このツアーでは、ジェイス XL、ローレライ、アレハンドロジイ・アバポという3人のバックボーカリストが追加された。 2015年5月1日に2枚目のアルバム、Choose Your Weapon を発表。レビューサイトメトクリティックでは6件のレビューに基づいて、100点満点中88点が与えられた。同年5月9日、オーストラリアのアルバムチャートで初登場22位を記録した。アルバムに収録された Breezing Underwater は第58回グラミー賞最優秀。 R&B パフォーマンス賞の候補になった。ありがとうございます。